はい、こんにちは。キャットグルーマー協会です。今日はね、スコティッシュフォールドのジャックちゃんです。よろしくお願いします。あのね、キャリーバッグの上だけ開けました。なぜかっていうと、この人ね、怖い怖いって言ってます。でね、肉球のね、裏なんですけど汗かいてるんですよね。ですごく緊張してるんで、このままでできるところをねしてあげたいなって思ってます。お家から入ってきたケースですね。安心するんですよね。こういったね、猫ちゃんへの配慮っていうのもキャットグルーマーはね考えてます。さあ、ジャックちゃんなんですけれども、お手入れがね、嫌い嫌いちゃんでね、お母さんが一生懸命やってあげようとしてるのにね、もうね、ここがね、全身ね、皮脂が多すぎて毛玉になっているわけなんですけれども、地肌が見えないんですよね。これ、ここからここまでつながってて、1枚でペローンと剥がれるような毛玉ですね。中見えないんですよ。でね、ガチガチなんですね。もう鎧着ちゃってますね。で、ここちょっと見えますか？唯一ね、ここが隙間があるんですね。この毛玉ね。この隙間があるから、この子は動けてるんですけど、ここからね、バリカンの刃をちょっと入れてってね、脱がすようにね、取っていかないとダメな感じですね。今日は、1時間かけてね、ちょっとね、脱いでいただこうかなと思います。ここがね、落ち着いてるみたい。で、さっき出そうとしたんだけどね、無理。全力です。そう、無理って言ったんでね。多分ね、今カラーは必要ないけど、こうやっといてもらっていいかな。うん。ねえ、バリカン初めてかな。びっくりするかな。大丈夫そうかな。うん。大丈夫大丈夫。怖い怖いな。でもな、ここもな、毛玉なんだよ。頑張ろう。ね、そうなの、そうなの。そう、ここをね、買ってあげないとね、どうもね、進めないんだよ。なんか音鳴るけど怖くないなみたいな感じだよね。ギリギリまでね、この中にね、いさせてあげたいの。怖い怖いって言ってるからね。よしよし、だんだん大丈夫大丈夫だよ。いっちゃんね、大丈夫だよ。多分ね、怖がりさんなんだよね。お家でもね、お手入れの時にね、襟からしないとちょっとママのことをね、噛んじゃうっていうところのね、ある子なんです。ビビリちゃんなんでしょうね。あなたとやってるとモンテちゃん思い出すな。私も思いました同じクレートでね。そうそう、あの子だってね、うん、あの痛くないところ、いい子だったものね。基本的には俺と、うん、ただ突っ張って、そうそう、突っ張って痛かったからね、大暴れしてたけどね。極力ね、痛くないようにはしようとは思ってるんだけどね、もうくっついてるだけで痛い状態なんでねごめんねって感じだね。よし、ここからもう2ミリです。ごめんごめん、画面画面。じゃあ一旦はめようか。
ちょっとでもね、ちょっとの間だけでもね、この中でね、やっていきたいと思いますよね。そう、ここから出したら多分、行き場を探して、逃げる、逃げるってなるのでね。痛いわ、逃げなきゃなんないわ、じゃかわいそうなのでね。ちょっとね、ハマっててもらおうかな。それで、ハマっててもらって、できなくなったら、ね、出てもらってね。そう、ここからはね、ひとつなぎどころかね、腹が引っ張ってえらいことになってんだよね。あ、やだね。もう肌がね、赤ただれてるね。油でね。今2ミリ。なんとかね、そう、体を舐めれる部分だからね、なるだけね、私2ミリね、猫ちゃんには残してやりたいんだよ。1ミリや 0.6 で刈ると、擦り傷を起こしちゃうんだよね、自分の舌で。なので、できるだけ残してあげたいんだよね。これどっかに穴ないかな。この辺りから行けるかな。これね、切ってあげたいんだけど、ちょっともうハサミが負けちゃうぐらいね、硬いんですよ。なのでね、なんか要塞用のハサミ要塞用のハサミがね、いるぐらい。トリミングバサミじゃちょっとこの毛玉を切り取ることができないぐらいの分厚いんだよね。通ったね。今ね、ここが見えますか？私の指通りましたね。さあ、切れるかどうかちょっとわかんないんだけど。あーってかって切れましたね、なんとかね。これ断面ですね。すごいですよね。こうね、なっちゃうんですよ。視聴者の皆さんね、本当にこれね、普通にお家で可愛がられてる子なんですよ。で、皮脂が多すぎて、これね、こうやってくっついてっちゃってね、毎日毎日ね、お母さんね、頑張ってね、この子にね、襟からつけるところから始めて、でね、頑張ってらっしゃるんですよ。でもね、こんなことにね、あっという間になるんですよ。特にこういう赤い毛色の子多いな。隠れててくれてるね、賢いね。
か近いね。それはそれはね、出てくれた方がやりやすいんですよ。だけどね、こういうね、怖がりさんね、そしてこう嫌なことするんだったら噛んじゃおうかなって言ってる人にね、嫌なことするんだからね、極力ね暴れさせてあげない方がね、私のため、猫ちゃんのためなんでね。何でもかんでも無理くりしたらいいっていうわけじゃないんですよ。お風呂、猫ちゃんのお風呂もそうですね。必要ない子は本当にないし、こうやってね、皮脂が多い子なんかはとってもこれ必要なんですよね。定期的に入れたらここまで抜け毛がくっつかなかったんですよ。もうちょっとここまで入るとまた穴ができるんだけどな。ちょっとね、このままだとハサミが入らないのでね、脱ぎ進めてもらいますね。それでね、なるだけね、肌を引っ張らないようにね。よいしょ。お家でね、絶対真似しないでくださいね、これ。猫ちゃんの肌、切っちゃったら、大変なことになりますんでね。前もなんか真似しないでくださいねって言ったよな。なあ、ほんと猫ちゃんの肌ってね、ちょっと傷つけただけでね、ピシっていっちゃうんでね、気をつけてくださいね。うわー、すごい痛さ。頑張って頑張って2ミリを入れるですよ。ここはね、ちょっとね、隙間ないんですよ。うわー、肌がくっついてる、どうしよう。これ見えますかね、ここね、もうね、肌がくっついてますね。これはちょっと人の手が必要だな。じゃあもう限界なので出します。格子しっかり持ってね。はい、オッケー、よいしょっと。うん、賢いなー。おー、危ない。ギリギリやん。息が止まった。うん、大丈夫大丈夫よ。
顔を買ったらカラー着て、そして喉元だけちょっと見よう、で風呂入れよう職人さん職人さん、コロッケ職人さん、ついでに耳の後ろも、はい、うん、エキゾみたいにね、もうねお母さんに言ったん、今回はもうエキゾになりますよって、うん、スコティッシュやけどエキゾになりますよってな言ってきてんな、お母さんにな、よごいしょ、降りります、降りますね、じゃあ今日はね、痛くんだったんですけど、ね、お風呂ちょっとね、嫌々ちゃんだったんですけど、綺麗にね、痛かった毛玉も取れて、綺麗になりましたね。ありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくね。